プロテスタント教会の礼拝堂の中にとってもシンプルを作り立てていました。その予算不足でそうなったというわけではありません。どんな宗教もそうと思いますが、礼拝堂はその宗教の礼拝の理念を表れています。礼拝堂の中には置かれていて何か置かれていないかということはとっても重要な意味があります。椅子の並べ方にさえても、その礼拝、教会の礼拝に対する思いをかきまみることができます。今日取り上げている箇所には、新約救世主に記されていた幕屋についての説明が記されていました。この幕屋は後にエジプトにエジエルサレムに建てられる神殿の原型という存在でした。モーセに急いだおられて州エジプトを、イスラエルの民があれの旅とするときに宿営地に建てられる礼拝の像でした。その設計図は神からモーセに直接されているでした。さあ、それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヘブライ人の手紙9章1節から10節まで、新協力聖書でいたします。さて、最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖場とがありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には宿題、机、そして供え物のパンが置かれていました。その幕屋が聖場と呼べれるものでした。また大臣の垂れ幕の後ろにはいた聖場と呼ばれるのものでした。それに金のコーランと、すなわち使って金で覆われた契約の箱とあって、その中にはマランの入っている金の壺を出したアロンの杖、契約の石板がありました。また、箱の中で上では栄光の姿、ケルビクが償いの座を覆われていました。そのいうことについては、今いちいち語ることできませんでした。以上のものが、その幕屋は設けられるとは、祭司長たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には、年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げるものを必ずしも携える行きました。そのことによって聖霊は第一の幕屋が存続している限りでした。聖女の道にはまだ開かれていないことを記しておられました。この幕屋とは今という時の比喩でした。すなわち、供え物と生贄が捧げられても、礼拝をする者の良心を完全にすることができないのでした。これらはただ食べ物や収集の洗い清めに関するものでした。改革の時で、課せられているの規定に過ぎないんでした。前回
並び真似た聖書箇所は、古い契約と新約、新しい新約について学びました。古い契約は、新約、新しい契約の現れにしてよって、古べるものとなってしまいました。そのことは、古い契約に属する礼拝に関する規定についても同様です。今日の箇所では、その時が、取り上げていました。手紙の著者は、古い時の時代の契約に属する幕屋について、長々として説明していました。神殿ではなく、あえて幕屋を取り上げたのは、某聖に現れた幕屋の設計図こそ、古い契約の礼拝に関する規定の原型だったでした。先ほど長々として説明と言いましたが、著者自身が誤説で言ったと通りでした。それもつかまんで記されてすぎませんでした。細かいことまででいちいち語っていったら、それはそこそたまに毎日に足りませんでした。幕屋と箇所は行われる礼拝の規定についてのは、出エジプト記の20章以下に詳しく記されていますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。今日取り上げている箇所の前半の、つまり大説から5説までです。幕屋の構造とその中に置かれているものについての簡単な説明でした。読書以降こそで行われる祭儀について述べられています。読書以下述べられて祭儀についても、全ての祭儀が取り上げているわけではありません。関心な点は、第一の幕屋、つまり聖所で置かれる儀式と大事の幕屋は、つまり異聖所で置かれる儀式の区別があったということです。そして異聖所に関しては、その手前に幕があって聖所と減られておられました通り、大祭司が年に一度に幕があって、減られてくられていました。大祭司に都心第一の都市第一一路だけ幕の向こう側にあって、一聖所に入ることができるということでした。振り返ってみると、一節から五節までで記されている幕屋の構造や、それに置かれるものの説明が大小見こととどまれているのは、六章以下で説明される祭儀との関連のそのように必要を大小見にとどまることということができるのと思いました。その幕屋の構造は、手前の聖所と奥にある一聖所からは成り立っていることは、先ほど触れられた通りでした。手前の聖所では常に礼拝が行われる、足に夕方に当番の祭司長たちが礼拝のためにでいるのでした。宿題の日を揃えたり、机のに備え物のパンを整えるのは祭司長たちの仕方でした。第2節で、ね、宿題や机を備えるパンについて記されているのは、第一の幕屋で行われる祭司長たちの務めと関連から、その思いを記したすぎませんでした。その聖所に対して、その奥にあった一聖所は常に出入りできる場所ではありませんでした。また祭司長たちであれば誰が入るができるませんでした。しかし聖所と一聖所の間に賜物で垂れ物がかかっていっていました。その大事の場所に完全に選ばれておられました。また大祭司たちだけが年に一度の祝祭の日に、自分自身と民の財家のために捧げる地を携えているとが記されていました。この祝祭の日の規定に関しては、
レビ記読書にその詳細が記されています。興味がある方、ぜひレビ記読書を読んでしてくださいました。ヘブライ人の手紙が一聖書について記されるときに、金のホーランのことや契約の箱のこと、贖いの座について言及している理由が理解できると思いました。それは一聖書にただ置かれる瓶費ではなく、贖罪費の儀式に深くかかっているからでした。礼は古い契約にする幕屋とそれで繰り返して置かれる儀式はどんなことを記しているのでしょうか。その手紙の著者は、聖霊は第一の幕屋がを存続している限り、聖女の道はまた開かれることを記しておられると語っていました。もとも神の近い集中して置かれる異星城が減られての、幕の向こうにあって、全ての人に開かれていないこともまた繰り返し宿罪のための異星の地を必要していることも、その全てが神への道が漢字に書かれていることを語っているところでした。古い契約の下で定められている礼拝の規定は、一方では人々を神に近づかせるものでした、ありましたが、しかし同時に神と隔たり意識されるものではありました。贖罪の日の儀式はその典型で、毎年その日に神と民を減られている罪過を思い起こされるのでした。その直射の和光の幕屋とことそういう置かれているすぎません、すぎない儀式は、今の時の比喩だったと述べ、供え物といけないいけない生贄が捧げられても、礼拝の継ぐ者の良心の完全に尽きないことが尽きないと語りました。礼拝が記憶される良心を持って捧げるべき時にべきにことは、古い契約のことも新しい契約のもとで変わりはありませんでした。しかし、供え物と生贄が捧げられて礼拝をする者の良心が、自動的に完全にわけではありません。それが幕屋の礼拝の見解ですか。幕屋とその行われる礼拝が比喩だけと言われるのは、比喩には見解があるということでした。真理を説明するために、何が目に見えるわけ、分かりすぎないのものは理由の例えていましたの。その真理そのものではありません。見解的で説明しかないのでした。キリストが祟られて殺された契約のものをこそ、神に完全に近づく礼を捧げるものができるのでした。